生き生き、茨城梅国体少年男子、ロードレース生き生き、茨城梅国体で、初開催された、女子ロードレース右側が3位の今に知るか、中央右が1位の川上優い、中央左が2位の伊藤優い国民体育、大会自転車競技は、国民体育大会で行われる、自転車競技大会である。1日目にロードレース、2日目から4日間で、トラックレースを実施する。 大会は男子のみを対象としてきたが、2009年よりトラック3種目で女子エキシビションが開始され、2016年より正式種目化した。オリンピックに男女で採用されていて、国体では女子が採用されていない競技は他にレスリングウェイトリフティングのみであった。第1回大会より開催されている。トラックレースが自転車競技場で行われるようになったのは、 第3回の福岡国体における、見張りの自転車競技場から。第1回は、柏原競技場。第2回は、金沢市営陸上競技場で行われた。第4回の東京国体以降、競輪場を抱える、都道府県ではそこで開催される。第74回より、女子のロードレースが導入された。ありがとうございます。